本当にあなたがやらなきゃいけないのはテストすることじゃなくて、私は愛されないというネガティブな信念を手放すこと。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日も動画見ていただきましてありがとうございます。今日のお話はお姫様症候群と言われるお話です。皆さんですね、ちょっと想像してみてくださいね。あなたが塔に閉じ込められたお姫様だったと思ってくださいね。そしてあなたは誰か助けてって呼んでるわけです。そうすると塔のお城の下に歩いている戦士があなたに気づき、姫が閉じ込められているぞ、助けねばならんと思うわけですけれども、塔に閉じ込められたお姫様っていうのは、私は何もできないのだって閉じ込められてますからみたいな状況だから、誰か力強い戦士が必要なんだけど、お姫様も考えるわけですよ。これで助けてって言ったら早い者勝ちになっちゃうもんね。誰が来るかは分かんない。誰でもいいというわけにはいかないわ。だって姫に王子様がやってくるから、私の王子様は早い者勝ちはダメよって考えるわけですね。で考えるわけですよ。まず私が助けてって言うでしょ。そうすると戦士がそれを聞いて私の方に向かってきて、城の入り口に入ったらバタンって落ちる仕掛けをしておくのよ。そこで落ちるようなバカな戦士っていうのはもう一昨日来いよ、私にはいらない。そこうーっと危ない、そうなると思ってたよっていうぐらいの戦士がいるんだよね。でも着地したその瞬間にスイッチが入ってピシュ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 って矢が飛んでくるの。その矢でやられるようなバカな戦士はいらない。うーっと危ない、ピシュ危ないぜ。で次に進むと坂からゴロン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 って大きな石が上から降ってきて、そういうのも全部クリアする、スマートで頭のいい本物だけが私に似合うのよね。って姫は考えるわけなんですけれども、皆さんこのストーリーって昔やりませんでしたか？パラッパッパラッパッポン。そうです、ピーチ姫こそがあのマリオの仕掛けの全部を作ったわけですよ。一面がクリアしたら二面、ね、土管なんかに入っちゃってババボボババ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 バ全部クリアした、あの火ドアもくぐり抜けるような最高の戦士こそが私が求めるタイプなのよ。で皆さんは本当に私を愛してるならこのハードルを飛んでちょうだい。あら、簡単に飛んだわね。1面ぐらいはそうじゃないとね。2面3面4面彼にテストばっかりしたりしていませんか？ちょっと想像してほしいんですけれども、まあ仮にあなたの彼がマリオのように9面までクリアしてあなたを助けに来てくれたと思ってくださいよ。ここまでたどり着くっていうのは2つのパターンしかないんですね。1つは本当に困難を乗り越えるタイプ。ところがですね、こういうタイプはマリオ1を攻略したらどうなりますか？そう、マリオ2に向かうわけです。つまり困難なあなたを攻略するということに目的があり、そして困難なあなたを攻略したらもう彼の目的は次の困難に向かうわけです。こういうタイプっていうのはあなたを永遠に幸せにはなりません。
あともう一つっていうのはですね、この辺に矢が刺さったりですね、こっち半分が石でペランペランなような状況になったりしながら、あなたの元にやってくる体育会系、まあちょっと失礼かな、もう本当にですね、誰がこの罠を仕掛けたかわからない、もう体力自慢のアホ、皆さんがアホはお好きですか？もしそれが嫌だとしたら、こういう風にテストばっかりしちゃうっていうタイプ。それは実はですね、彼を一見、彼の愛を疑ってるように見えるんですが、本当はあなたがこの私を愛するなんてちょっとおかしいんじゃないの？とか、こんな私を本当に愛せるの？っていう風に、ものすごく自分への疑いが強いタイプがテストが多くなっちゃうんですよね。あなたが本当にやらなきゃいけないことは、彼をテストすることではなくて、あなたが自分が愛されるということにこんなに疑いを持ってるんだっていうことに関し気づくことです。そしてもう彼をテストするのはやめよう。そしてあなたが自分は愛されるにふさわしい、なんでこれが思えないのかなということ、これをチャレンジしていただかなければいけないということですね。本当にあなたがやらなきゃいけないのはテストすることじゃなくて、私は愛されないというネガティブな信念を手放すこと、これがあなたにとっては一番大事だという話ですね。そして皆さんがこのお姫様症候群と言われるお姫様をやめる、それはどういうことかというと、これは依存の一つの形態なんですね。愛されるべきは自分なんだ、だって私ってこんなに何もできないもん、愛されるがだもんっていう信念から来るんです。そうするとですね、皆さんはこんな何もできない私っていうのを愛してくれる人は本当にいるんだろうかという疑いの世界になりますから、今度はあなたもどんな形でもいいんで、愛する側にお引っ越しをするわけです。愛する側っていうのはとても簡単ですよね。誰かを喜ばしたり、誰かをいい気分にさせてあげたりするだけですから、明るい挨拶とかでも全然構いませんし、誰かを承認して認めてあげるとか、そういうことでも構いませんね。いつもお世話になってありがとうって感謝を伝える、そういうことでも構いません。もしあなたが自分ってこんなにダメだから愛してもらわないと生きていけないわって思ってらっしゃるとするならば、どれだけ与えられたとしても当然じゃないって感謝ができなくなっちゃうんですね。そんな罠にはまらないようにしてくださいね。またお会いしましょう。ありがとうございました。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー、毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞く丸っていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題、これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか？ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。
1ヶ月オンライン講座フリーパス 23,100 円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス 63,800 円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは 179,300 円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、 Zoom の講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。